決勝トーナメントに舞台を移したインターナショナルカップ、今日はその1回戦となります。この時間は日本対ベルギー、こちらをご覧いただきます。スコットランドグラスゴー中心部にあるアイブロックススタジアムで行われるこの一戦です。このスタジアム、会場はなんと1899年なんですね。120年の歴史を誇るヨーロッパで最も高い評価を受けるスタジアムの一つです。ベルギー国歌をお聴きいただきます。続いて日本国国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいというところですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここ機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、やっぱり中盤が大事になってきますよね、うん、まず前半見ていきましょう。インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、日本対ベルギー。まずこう勝負にこだわっていくとちょっとしたこう慌ても出ますからね、うん、そういった中この立ち上がりどれだけコントロールができるかですよね、はい、気持ちは燃えながらも頭の中クールにいなければいけないというところですよね。その辺のね、心のマネージメントってその辺も必要になりますよね。そうですね。ボヤタ、今のファウルは注意だけのようでしたね。まあ、まだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。クロスバーの少し上、アザールからのスルーパスをカットしました。田中、大迫、ムニエ、ティエレマンス、ムニエ、ビツェル、ムニエ、チャレンジはしません。後ろに流す、ボヤタ、さあ右へ預けて、さあここからの展開、さあ上がる、届きません。このパスには追いつけませんでした。伊藤右サイド上がっていく、ミツェル、激しいボールの奪い合い、サカ、ここはファールです。早くもカードをもらってしまいます。
南野、ドリブルで上がる、仕掛けるか、ミツェル、ムニエ、スルーパスを狙う、裏へ抜けたと、これは繋がりません。吉田、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。遠藤から大きく縦、アザールからティエレマンスと呼んでいた吉田、ここでファウルがありました。セットプレーのチャンスが続きます。決めれば先制というこのフリーキック、直接シーノーグ、ファインセーブです。直接でしたが止めます。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。大きく縦へ、ムニエ、ボールを下げてリズムを作るか、幅を考えたいい展開ですよね。このパスを受けて縦へのボール、南野から大迫、ヘルトンゲン、ボールの奪い合い激しいものがあります。ファールですよね。イエローカード、日本今のでイエローカード2枚目となりました。さあここから持っていく田中、伊藤、リツェル、前半29分が過ぎました。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。遠藤、カウンターを仕掛けます。自分で持っていくか、中央当たった、シュート、どう見えた、いやー、今の北澤さんファインセーブでしたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。ベルギー、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。ベルギー起点となるアクションが欲しい。裏のスペースを狙う、トルガン・アザール、これはよく触りました。うわっ、取らないですね。ヘルトンゲン、長いボール縦へ、このパスがつながります。裏へ届くか、いいボール入りますよ。さあボールはビツェル、いい形じゃないですか。権田から大迫、裏を狙っていきます。
スルーパス、危ない、コース空いた、シュート、伊藤、あと少し、今のは惜しいシーンでした。いやいや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。ここはすぐ奪い返します。ベルギー、ベルギーとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。さあカウンターを仕掛けます。前半終了です。15分間のブレークの後セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半で得点は許しませんでしたね。攻め際の状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていればこの後優位に進めていくことができますからね。そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。勝てば進む、負ければ母国へ帰るという決勝トーナメント初戦です。インターナショナルカップ決勝トーナメント1回戦、日本対ベルギー、スコアレスのまま後半へと続きます。さあ後半スタートです。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。抜けてくる、アザール、激しいボールの奪い合いです。奪い取るか、残りでしょ、もう一回チェックを受けながらのドリブル、カット、シュート、うわ曲がる、打つ、なんと止めた、いやいや、ナイスセーブ。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これどうする、打った、シュート、惜しいシュートです。ここで受ける、シュート、アルデル・バイレル、ディエレマンス、パスでつないで攻め込んでいきます。ベルギー、ベルギー、ここでファールをもらいます。さあつながるか、ボールを受けて自分で行く、シュート、ようやく均衡を破ります。ベルギー、メルケンス、ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニング選手が光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。
本はここで選手を変えます。今日のゲームはカード1枚もらってますからね。さあベルギー貴重な先制点を奪いました。やはりトーナメント初戦というのはね、多少硬くなってしまう部分があるんですけどね、はい、この先制点をきっかけに一気に試合が動き出すかもしれませんね。そうです。シュート、ベルギーリードを広げました。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあベルギー得点を重ね2対0という展開。いや、このチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。これを拾いたいベルギー、長友のシュート、デブライネから長いボール縦へ、リツェル裏へ届くか。リツェルからのスルーパスは通りませんでした。大迫、先ほどから厳しくチェックされています。そうですね、フォワードのポジションにいながら今日はパス回しに非常によく絡んでますからね。相手としては自由にやらせたくない選手ですよね。長友、守田、裏を狙っていきます。いいボールですね。南野、足元のクロス、そのままキーパーが抑えました。激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。日本がメンバーチェンジをします。イエルマンス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ベルギー固いディフェンス、ベルギーが最終ラインまでボールを下げる。ボヤタ、さあここでカウンター、スルーパスを狙う、この手にボールを入れます。素晴らしい大阪シュート、クルトワ、日本ビッグチャンス、ものにできません。判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。好セーブを見せました、クルトワ。日本は2本目のコーナークリアです。決まった、決まってしまった、しかしこれはオウンゴール。どうしたんですかね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。残念なプレーになってしまいましたね。
さあ日本、思わぬ形で1点が入りました。これはチャンスじゃないですかね。そうですね、相手としてはまだリードしているとはいえ、このオンゴールで多少の動揺はしていると思いますからね。そこをうまくついて今のうちに点差を縮めておきたいところですよね。さあどうする、こぼれた、オフサイドです。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。ベルギーが最後のカードを切ります。残り10分を切りました。裏のスペースを狙う、どうだ、このまま終われるかっていうような、ね、攻撃でしたけどもね。伊藤から大迫、ボールの奪い合い激しいものがあります。いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。ふわっと裏を狙う酒井、ここはカットします。大迫に渡る、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。森田、これを奪います。森田から伊藤、伊藤から大迫、自分で持っていく、このスルーパスは通りません。このアディショナルタイム、いつ笛が吹かれてもおかしくない。ベルギー落ち着いて時間を使います。ゆるく狙ったボール、しかしここでホイッスル、今大会にピリオドが打たれます。2対1、日本敗れました。無情にも1回戦敗退です。この敗退の悔しさが後の財産になるはずです。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。日本としては初戦で敗れてしまいましたけど、得るものはあったんじゃないでしょうかね。今日の戦いをしっかりと見つめ直して、今後に生かしていきたいですね。はい、ありがとうございます。何のスーベニールもなく自国に帰ることになります。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、日本が1点差に詰め寄ったものの、結局2対1で敗れています。